以前芸術工房のいいことスイッチ、いいことスイッチ、始まりました。いずれ芸術工房、竹下です。山下です。山崎です。本日はとうとう宿敵、あの宿敵を倒すために買ってまいりました、遊戯王の500円くじ、イエーイ。あるうらら1枚持ってます。雪うさぎ1枚一応持ってます。そうですね。ただ3枚欲しいということで、くじで当てよう企画、当てるまで終われまてんってやつですね。さあ、それでは今回やっていきたいんですけども、なんとなんですよね、なんとこれわかんないですよ。店員さんに聞いたところによると、あんま関係ないって言われたよな。ただね、これちょっと皆さんに見ていただきたいんですけどね、これね、赤い印がこれだけついてるんですよ。これを最後に開けるとして、一個一個見ていきましょうか。それでは行ってまいりましょう、はい、1パック目いきましょう。いきます、いきます、いきます。はい、ミストボディ、あれシークレットですね。はいはいはい。おー、でん、幸運の笛吹き、ほうほうほう、でん、ブラックフレアナイトね。おお、はいはい。でん、ミラーフォース、ミラーフォース、ちょっと嬉しいね。いきまーす、でん、はい、おお、なんか強そうですね。うん、でん、おお、でん、収縮、収縮からの、でん、あー、はいはいはい、なんかちょっと持ってますね。はい、さあ3拍目いきまーす、じゃん、カトプレパス、おお、なんか今日気楽やな。勘違いかな。これ勘違いって嫌ですね。はい。はいはいはい。そしてでん。はい。最後のドラゴン系。そしてじゃん。もう負けんだ、まあ、なかなかかっこいい。へえ。まあ10パックありますから。はい。いきます。はいはい。はい。おお。はいはいはい。じゃん。おお。じゃん、あー、これ持ってるやつですね。そしてじゃん、カバートチューナー、へー、はい、いきまーす、でん、あー、ゾーク持ってるな。はい、うん、マグネドール、はい、おー、強そうですね。そしてじゃん、おお、アクアネオス、なんかすごい形してますね。すごい、はいはいはい、やばい、けど5パック終わってないです。そうですね、大丈夫よ、大丈夫、僕らにはまだあるから、きっと赤の、赤の印がついてるやつあるから。いきまーす、じゃん、はいはい、おー、じゃん、わー、おーっと、これはなんていうの、レディーフレアっていうんですか。そしてじゃん、まあいいね、まあまあね、かっこいいかっこいいかっこいい、からの、じゃん、うん、はい、はい、結構さらっと6拍目、さらっといってるな。そうですね、これは僕たちはカリスメの余裕かもしれない。ちょっとドキドキしてきた。いきます、じゃん、おお、じゃん、おお、なんか怖くなってきたぞ。ドキドキしますね。お願いします。はい、じゃあ、はい、はいはいはい、あ、いいんじゃないか、うん、そしてじゃん、初めて見た、じゃん、お、あれ、これはいいんじゃないの。残り2つですね。え、やばくないですか。いやー、最後の一つがやばいって、多分、多分確定ですよ、確定やんな。いきまーす、てん、あ、来てんじゃん、うん、じゃん、うん、うん、てん、うん、てん、やばい、怖い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 、そう、次ラストです。あ、じゃあここに温存していた、はい、こいつ赤線の入ったやつ、いきますか。大丈夫やな、大丈夫やんな、これフラグがじゃうかったらやばいやんな。怖い怖い怖い、ちょっとなんか見えてしまった。え、
はい、で、はい、まあ行きましょうか。行きます。見てしまってこのテンションでやばない？そうなんじゃない？え、明らかに、あ、まあまあまあ、行きます。じゃん。お、まあ、じゃん。お、はい、じゃん。いいかな。はい、ラストです。ラスト行きます。当たりっちゃ当たりやな。微妙な。いや、当たりちゃ当たりですね、確かに。春うららが言う9歳ではなかったですが。終われない終われない。ただそれで一応当たりってことは分かったよね。破線が入ってる当たりですね。あ、つらい。まあ、ということで告知の後はジャンプ買ってきましたんで、ジャンプのファイアボールドラゴン見ましょう。それではまた。ジャンプ買ってました。ここにね、ファイアボールドラゴンなんかね、色が違うんですよ。うん、これが入ってるらしいんで、ちょっと眺めてみましょうか。じゃーん。あれ？ノーマル？うん？なんか、あれ？あれ？なんか、あれ？はい？こちらですね。あれ？なんか両方ともなんか表端と違う。あれ、もうちょっとかっこいいかなと思ったけど、あんまりいいっすか？はい、まあ、ということで、はい、次回は、まあ、当然この企画も続くんですけども、次回はコメント欄にコメントいただきまして、ここら辺に大切さん、恐竜デッキいいんじゃねって言われたんで、恐竜のバイバーサスアニマルか、やってみたいと思っております。ということで、それではまた明日、さよなら。